考えてなかったと思いますけど。私はできると思ってなかったので。本当にありがとうございました。なんか踊り終わったらすごいほんわかした女子だったので、ありがとうございました。あかり優勝おめでとう。今日はまあ決勝で下したというところで、コメント一言いただけますか。いや本当になんか今日は調子いいんですけど、なんか踊ってるものはみんなクソで、本当に出てる方に申し訳ないなと思いました。ないよ優しい。結局決勝なんですけど、全然技とかなくてスキルもなくて、ただ暴れてるだけで、本当にすみませんでした。どんだけ謙虚なの。そんなことないですよ。で、その甘え方が良かったじゃないですか、やっぱり。で、自分がね、こう発散されてね。で、それがきっとジャッジの方にも響いたと思います。優勝です。間違いなく優勝。おめでとうございます。ありがとうございました。ひどいでした。普段ハウスダンスやってて、でヒップホップの音も結構好きで、それでまあヒップホップ出ようと思って、で予選はあんまちょっといい踊りできなかったんですけど、予選上がってこう対面でやるときにもう結構楽しく踊れて、でも相手のダンス見てこうどういう踊りすればいいか、こう頭の中で考えて、いろいろ組み立って、音かかった音にこう純粋に踊って、まあ、勝って、まあ、今も、まあ、彼は結構知ってるから、そので、まあ、何回か負けたことあるんで、ちょっとまあ、勝たないとなと思って、踊って勝ったんで、ちょっと、まあ、よかったなと思います。今、かなり嬉しいですね。実は、かなり嬉しいですね。いや、すごい。やっぱり、頭の中でね、再現した時の方がやっぱ燃えるんですね。はい、対面した時の方がね、楽しいです。なるほど。じゃあサークル立ち上がって、今日2回も優勝して、かなり最高の気分だと思いますんで、はい、美味しいご飯をお母さんに願ってねだってください。よろしくお願いします。おめでとうございます。チャンピオンに輝きました、ライキー。ありがとう。さあ、以上です。また聞かせていただいていいですか。お願いします。去年も特別賞だったので、ちょっと悔しいけど、でも、すごい上手いチームとかいっぱいいて、その中で勝てまあ特別賞になったのが嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうか、前も特別賞だったんですね。ちょっとでもこれはね、ぜひ次のステップにつなげていただいて、ここに選ばれなかったチームもいますので、ぜひ次も頑張ってください。ありがとうございました。パンビアでした。音楽賞を送りください。ではこちらの方に寄ってください。さあ、それではここからがグランプリ進出チームの発表という形になります。さあ、このダンス&ピース、長い戦いでしたけども、結果を出していきたいと思います。まずはサードプレイ3位の発表からです。ダンス&ピース2017東京キッズ部門3位に輝いたチームは、同じくヒップホップ、レイジヘッド。こちらも、プレゼンター水江さんから、サードプレスのボードをまずはお送りいただきたいと思います。全部やっおめでとうございます。さあ、では皆さんの方に顔を向けてあげてください。皆さんは千葉大会で悔し涙を漏りましたね。はい、僕千葉大会の MC もやってましたんで、もう彼女たち、彼ら彼女たちは、悔しそうな顔を見てましたけれども、今回グランプリ進出です。おめでとうございます。その喜びのコメントを一言聞かせてください。前回の予選で特別賞という悔しい思いをして、今回リベンジして絶対優勝しようと思って来たんですけど、でも3位だったので、でもファイナル行けるので絶対ファイナルで優勝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございましたね。ファイナルはね、順位とか関係ないですから、もうかわしたもん勝ちですからね。もうぜひファイナルに向けて、より厳しい練習と素晴らしいショーケース作り頑張ってください。ありがとうございました。
レイディフェンスでした。あとはそちらの方に移動してみてください。はい、さあ1名発表終わりました。では2チーム目の発表に移っていきたいと思います。こちらの2位ももちろんファイナル進出となります。ダンス&ピース2017東京キッズ部門2位に輝いたチームは、朝からコンテストにバトル2と大活躍のこのモーニング組。さあ、プレゼンターゆうまさんから、セカンドプレイスのボードを盾をですね贈呈していただきたいと思います。代表者1名おめでとうございます。おめでとうございます。おー、さあでは皆さんの方に顔向けてあげてください。さあもう先ほどからもうねずっと踊りっぱなしの皆さんですけれども、ひとまずはグランプリ進出というところを決定しました。その喜びのコメントを代表者1名聞かせていただいていいですか。お願いします。お疲れ様です。アーダーで1回千葉予選に出たんですけど、それでは何も入んなくてすごく悔しくて、2位入ったよ。2位に入って、この前2位入ってたよ。すごい悔しくて、で今回は3チームいけるということで結構頑張って優勝はできなかったけど2位になれたので、ファイナルではもっと打ちかましたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、本当ぶちかましてほしい。そう、僕もね、先ほど申し上げました千葉大会で2位っていうのをね、見てたので、千葉大会は1位しか行けないんですよ。なので、かなり悔しい思いをしたと思うんですけど、グランプリ進出決めましたね。おめでとうございます。決勝も頑張ってください。ありがとうございました。アーダーでした。さあ、では、こちらに移動してください。さあ、それではいよいよ1位の発表でございます。この長き戦い、そしてこのレベルの高いエントリーの1位を勝ち取ったのはどのチームでしょう。1位の発表はそのチームの曲が流れますので、流れた瞬間このステージ上に駆け上がってきてください。さあ、それではいよいよ優勝チームの発表でございます。トラブルの後に音源が流れます。準備しておいてください。ダンス&ピース2017東京キッズ部門、本日のウィナーに輝いたチームは、
はい、結構ちょっと狭くなっちゃいますけど、ちょっとだけまあ皆さんで詰めていただいてお願いします。さあ、ということで、キッズ部門で興奮の結果発表でしたけれども、ここからジェネラル部門に移っていきたいと思います。はい、さあ、こちらのジェネラル部門ですね、キッズの約倍のエントリー数がありましたので、まあこちらもレベルが高かったと思いますけれども、まずはスペシャルプライズから発表していきたいと思います。まずダンス&ピース2017東京ジェネラル部門スペシャルプライズに輝いたチームは、早速発表でございます。ソウルパーキングトゥーアップ、おめでとうございます。トゥーアップいらっしゃいますか？いらっしゃいました。さあ、ではステージ上へお上がりください。さあ、では、プレゼンター水江さんからまずは盾の贈呈と、行きたいと思います。代表者の方1名どうぞ受け取りください。はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。まずは皆さんの方に向いていただきましてね、皆さんも千葉予選ね出られて、またちょっと悔しい思いをというところだと思うんですけれども、ここはですねちょっと次に向けてステップアップにつなげていただきたいので、コメント一言いただけますでしょうか。お疲れ様でした。千葉予選も出て、ちょっとその時は賞を取れなかったので、今回一つステップアップできたということで、まあ、悔しいが本音ですけど、これを糧にまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、やはり次をぜひ目指していただければと思います。ありがとうございました。トゥーアップでした。ではそちらの方に移動していただきまして、さあ、それではここから、3位2位1位と発表していきたいと思います。さあ、それではジェネラル部門の発表です。ダンス&ピース2017東京ジェネラル部門3位に輝いたチームは、ハウスラゾー。おめでとう。さあ、ステージ上にお上がりください。さあ、それではプレゼンター水江さんから、盾の贈呈をお願いいたします。さあ、では代表者1名お願いします。お受け取りください。はい、いいですよ。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。さあ、それでは皆さんにお顔を向けてあげてください。さあ、3位ということでね、グランプリ進出が決まりましたけれども、その喜びを一言聞かせていただいてもよろしいでしょうか。お疲れ様です。ありがとうございます。多分すごいレベル高くて、多分僕たちが未熟な部分はいっぱいあったんですけど、多分いい方を見てもらえたの、伝わったかなっていう結果出てくれてよかったです。ファイナルいけるんでまた頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあね、グランプリもぜひぶちかましてください。ありがとうございました。ラトでした。おめでとう。さあ、そして続いての発表と移っていきたいと思います。ダンスアッピース2017東京ジェネラル部門2位に輝いたチームは、ヒップホップバブル。おめでとうございます。 BAPK と書いてバブル。ではプレゼンターゆうまさんからセカンドプレイスの盾をお送りいただきたいと思います。代表者1名受け取ってください。はい、おめでとうございます。さあ、正面向いていただきまして、ね、青いセットアップの、ヒップホップのお二人ですね、私服に着替えるとマジで分かんないですけども、ね、かっこいいダンス見せてくれました。では、2位でグランプリ進出の喜び、一言コメント聞かせてください。お願いします。去年は出た時は3位で、今日は絶対それ以上を取ろうっていう気持ちで、でも楽しもうという気持ちで頑張ったので、嬉しいです、こういう結果が出てて、決勝、中学生ぐらいに、高校生かなぐらいにマスターピース出れるので、頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな久しぶりの年末の舞台なんですね。ああ、それはちょっと気合い入りますね。ぜひ、また青い衣装で。
わかんないですけど、ね、ぜひですね、会場に行かれる方は BADK バブ、ぜひですね、応援してあげてください。ありがとうございました。バブでした。さあ、それではジェネラル部門、次がラストの発表でございます。本日エントリーの、およそ14チームですね、ここから頂点に輝いたチームはどちらなのか発表していきたいと思います。こちらもドラムロールの後に音源が流れますので、流れましたらぜひ、このステージ上に駆け上がってきてください。さあ、それでは行きましょう。ダンスアップピース2017東京ジェネラル部門、本日のウィナーに輝いたチームは、去年の時はまだサンタプラスミユプラスジュンペイっていう名前で唯一出てた大会で、でこのイベントきっかけでアラベンタっていうチームで、結成することにして1年間やってきたんですけど、去年はファイナルで結果を残すことができなかったので、今年はしっかりと残して両国で踊るってとこまで、そこでしっかりいろんなものをいろんな人に伝えれるようにっていうとこまでを目標にして頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう最高の計画ですね、これは。ぜひ実現させていただきたいと思います。一般部門、ジェネラル部門の優勝おめでとうございます。アラベンタでした。さあ、では皆さんこちらに並んでいただいて、はい、それではですね、本日長きにわたりジャッジしていただきましたお三方にコメントいただきたいと思いますので、どうぞ前の方へ。じゃあまず水江さんから、本日のコメントいただきたいと思います。本当に長丁場お疲れ様でした。お疲れ様でした。入賞された方おめでとうございます。ファイナルというステージがあるので、これが終わりじゃないので、逆にこれが始まりだと思って頑張ってください。特別賞の方たちはすごい惜しかったということで、あと一歩だと思いますので、またぜひしっかり特別賞の方も、今日入賞されなかった方も頑張ってほしいなと思います。で、キッズの方も大人の方も私的には同じ感覚でジャッジをさせていただいたので、総評としては同じコメントになるので、言わせていただくと、チームの数だけ勝ち方があるというか、そのこうしたら絶対に勝てるっていうのがないと私は思っていまして、やっぱ自分たちのいいところをどれだけジャッジだったり会場を巻き込んでこう伝えられるかっていうのが一番重要だと思うんですね。だから自分たちのいいところを一番見つけなきゃいけないんじゃないかなと、チームをやる上で、コンテストに出る上でと私はすごく思うので、ぜひ、自分たちのいいところはどこなのか、あとはぜひ自分たちの良くないところも分かってるとなお良くなるんじゃないかなと私は思ってますので、その2つを見つけて、いいところは伸ばして、ダメなところは伸ばすか隠すか
そこをしっかりやることでやっぱり穴がなくなってこういい作品に仕上がる爪というところになっていくと思いますので、それをちょっとやってみるとまた一味違うものになると思うので、次に向けてぜひまた頑張ってください。私もすごくいい勉強になって皆さんのいいエナジーをもらいましたので、また次につなげて頑張ろうと思うのでお互い頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。水江さんでした。では続いて家野さんお願いします。お疲れ様でした。そうですね、あの僕もちょっと似てる部分があるんですけども、まずやっぱ自分たちの好きなもの、良さとか伝えたいものっていうのを、やっぱ一番大事にするためにも、やっぱその反対側にあるものっていうのを引き出すっていうか、こうなんていうんだろう、やっぱ好きなカレーを毎日1週間食ってたらやっぱカレーが飽きるなっていうのと一緒で、ここって時にカレー食おうかなみたいな感じですね。そのカレー行くまでに、じゃあ、今日はこれかなみたいなところも意外と大事だと思うので、そこを、そこですね、あとは結果に関してはやっぱこれはいつも思うんですけども、点数もやっぱ大差っていうのはなかなかないと思うんですね、この結果も。なんでやっぱジャッジも変われば変わるといつもまあみんな分かってると思うんですけども、やっぱどこまで行っても本当の勝ちっていうのは、まあ、変な話ですけどないと、まあ、自分なんかは思ってて、で、まあ、大事なのはやっぱ自分たちが踊った感触、自分が踊った感触とか伝わったかどうかっていう感触だったり、そこが次につながるというか、でそこにプラス結果が残って次があるのはすごくさらに幸せなことで、それに関してはみんな一緒だと思うんでですね、だから自分がいい踊りできなかったのに上がったら俺はまあ嬉しくないかなみたいなところもやっぱあるし、そこっていうのはやっぱこうみんな一緒だと思うんで、ダンスをするこういう場所でなんかそういうものを大事にチーム内でね話していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは最後に慎太郎さんよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、僕からはそうだな、まず個々の感じを見てて、結構こう入賞してる子たちって、みんな個々に色がめっちゃあったなと思って、でそれがなんだろう、こう花だけじゃないとは思うんですけど、自分が持ってるその花の色とか花の特色ってなんだろうっていうのをみんなもっと理解したら、自分らしさっていうのがそのチームコンテストの中でも出るかなと。で多分なんだろうな、こう見てて、5人チームだったら5人チーム、3人チームだったら3人チームで、その色がめっちゃ出てるチームって本当に引き寄せられて、例えば誰かが踊ってる時、誰かが止まってるって言った時にもやっぱりそこにしっかり目が行くようになっててとか、なんかそういう部分からでもこう自分的なブランディングだったり、自分がどういうダンサーでありたいとかっていうのを強く持ってる子たちが多分こうステージで輝くんじゃないかなと思ってて、でその子たちはみんな安定感がめちゃくちゃあるんで、自信だったりとかそういう常にそういう気持ちでやってると思うんで、だからそこはなんかこう見ててなんかこう安心して信頼してこう見れるなっていうところだと思います。でもう一つは、バトルじゃないんで、コンテストになったらみんなで作戦会議めっちゃした方がいいと思います。要は時間をかけてすごい、もうそれはチームによってその時間のかけ方が多分それぞれあると思うと思うんですけど、半年かけても1年かけてもいいと思うんですよ実際。ってことはそこまで行くためのその踊りを作るまでのディレクションが多分一番大切だと思うんですよね。この曲で行こう、こういう衣装で行こう、じゃあここのところで沸かせに行こう、ここでちょっと落としていこう、こういうのしていこうとか。でもなんかこう行き当たりばったりでいい振りが思い浮かんだらそのままやればいいんじゃないっていうのがちょっと見受けられるみたいな。だけどそうじゃなくて、そんだけ練習を重ねてこれるっていうことだから、なんかもっともっと俺的にはそういう作戦会議をたくさんして、でいろんなギミックだったりとかいろんなアイデアだったりとかっていうのをもっとぶつけた方がいいと思うんですよね。それによって多分ダンスを見ると思うんで、他の人たちのダンスだったり他のチームを見たり、例えば他のコンテストで優勝している人たちとかそういう経歴を持っている人たちを多分見ると思うし、で僕らも実際そうだったし、でもそういうなんかこう今の自分っていうのだけに固執しないで、全てトータルしたところの自分たちのベストっていうのを本当に出せてるのかなって思うんで、それがかなりそのベストに近い状態だった人たちは多分ここに上がってるのかなって思ってるんで、なんか日頃から常にダンスのことを考えて
でコンテストだったらコンテストのことを考えて、バトルだバトルだと思うし、その自分が今やるべきことだったりを常に考えてる人たちっていうのが多分一番強いと思うんで、そのここで本当に目立ちたいんだったらそういう意思で常にいてくれたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは本日長丁場ジャッジ務めていただきました3名にまた大きな拍手をお願いします。